はい、1月29日7時24分の相場解説になります。まずはデイリーを見ているところなんですけども、デイリーの方はですね、まあどうやらこの売りの流れが大きく来てるんじゃないかなと思いますよね。ずっと売りが並んでますよね。その上で今ちょっとこう陽線が出てますけども、窓を埋めるには至らず、もしくは埋めたとしてもやっぱりそこから下に下がっていくんではないかなと。移動平均線を見ていくところと、あとはね、そうですね、あとはちょっと根拠に薄いところありますね。全体的にはこれね、右肩上がりなんですよ。右肩上がりの中で、今回はこちらのラインをこれ、ね、トレンドラインを割っているっていうところと、まあここまでは下がってもおかしくないなっていうところですね。ここまではっていうのはこことここの点を結ぶところ、ちょっと整理しましょうか。デイリーを見ていくときに、この高値の線と安値の線、まず安値の線を割ったところで、ここと同じようにこれ、まあイランとアメリカの件でですけどもね、まあそうだな、ここら辺までは割ってもおかしくないかなと見るのがテクニカルかな。で、4時間を見てみましょうか。4時間はちょっと売りの勢力がねずっと強いんで、ここを抵抗にしてあとはもう下がる一方だったんですけども、ちょっと気になる現象が起きてきたのは、陰線陽線が入り乱れてこちら書いてますよね。で、ここを抜けてこちらの方にまた新しい、まあ、レンジを作ろうとしているのかなと4時間では見るんですよ。そうなると今度は下に下がりにくくなるんではないかなと、しばらく横ばいに入るんではないかというふうな形にも見えるわけですね。まあ、だから下がるのかなって、売りにちょっと疑問が出てきたなというところですね。というのがここですね。ここでもうレンジを作ってるわけですよ。で、レンジを抜け出してこの辺にまた新しい売り買いのチャートバーを形成してるってことは、そう簡単には下がらないんではないかなということも感じれるわけですよ。ここが抵抗になってますからね。で、移動平均線はちょっと上向きになってきたと。まあその上であえてなんですけども、やっぱりね、この抵抗ですね、ここの抵抗に押されてこの売りの流れが引き継がれるっていうのが私の結論ですよね。まあですから1時間足、このチャートバーを見ても上髭が多いのかなと思いますんでね、これは転じて調整した後に大きく下に向かうというふうに感じてます。じゃあ今日中に売りに入るということで、今日は見ていこうかなと思います。ではまた放送します。